お父さんがホームアドリフトジャパンに出始めて2年ぐらい経った時にこうアメリカのホームアドリフトに参戦しているジェームス・ディーン選手っていう選手を見つけて、その人がものすごい走りをしてたので、あ、この人といつか走りたいなっていう憧れを持ち出しました。D1 で出した頃からアメリカのフォーミュラーにすごく憧れがあって、2012年にチャンスがあって、最初の年にシリーズ優勝も取ることができて、で今もまた戻りたい大会です。箕輪弘弥、12歳、小学6年です。グリップ競技とは違って車を横に滑らせて、走っていくという競技です。横に滑らせながら美しくラインを取っていったり、アングルがついている人がこう得点が上に上がってくだったり、アングルがついていてもこうラインを取れてないっていう人はこう得点が下がったりっていう審査基準の競技になります。お父さんの大会に一緒についていくようになって、で斉藤大吾選手を見て、あ、すごい、あの人すごいなっていう尊敬しだして、DVD とかだったりで斉藤大吾選手を見て、で今このこういう時追走でこういう時どうしたらいいですかみたいな、そういう感じのアドバイスをもらってます。斉藤大吾です。職業はプロドライバー、ファットファイブレーシングとして、車の製作から、レースに携わることを全般全部やってます。シンジとは昔から本当仲が良くて、一緒にD1 参戦してたんですけど、息子のひろやくんが生まれて、一番最初にパパっていうより大吾って喋ったらしく、ちっちゃい頃から本当に可愛い子でした。でまさかそんな小学生の時点でこんなになるとは思ってなかったんですけど、この間も一緒に走れて、なんかいろいろ感慨深いものがあります。18で免許を取って、始めたんですけど、本当に生活の、中心で、モドリスト中心に全て、回ってます。あの時普段は D1 グランプリって最終コーナーあたりをパイロンとかで規制されてて、なかなかあそこまでスピードが出すことができないんですけど、あの時だけ全部フリーに走らせてもらえて、それだったらもう本当に目いっぱい、これ以上ないくらいスピードを上げて、走りました。で、成功して、すごい思い出に残ってる走りです。今年からフォーミュラドリフトジャパンに参戦するので、トクスコレーシングさんの GR スープラで参戦します。モータースポーツ全般にやってまして、ラリーから、ラリーはアジアパシフィックラリー選手権とかタイランドラリー、あとは全日本ラリー選手権、あとモータースポーツ全日本のダートトライアルだったり、全日本のジムカーナも参戦しています。で今回フォーミュラドリフトジャパンということで、ドリフトにも力を入れて今参戦しています。年齢を言うと小学生ですけど、 MSC とか FDJ2 とか走るのを見ててすごく上手で、やっぱり若い人を応援しようということで逸材だと思いますので、すごくいいドライバーだと思います。今年フォーミュラ D ジャパンに参戦する車両は、トヨタさんの協力もいただいて、GR86 で参戦します。日本のコースではちょっとオーバースペックかもしれないんですけど、アメリカ行くことも想定して、馬力も1000馬力で、今回ノスもついてるんで、1200馬力オーバーの車になってます。ここでまた横浜さん力を入れてドリフトに戻ってきてくれたので、僕も横浜はフルで今年使用できることにもなって、日本復活をちょっとアピールできるいいチャンスかなと思ってます。一番最初に MSC チャレンジに出るって決まった時から、横浜大さんにサポートしていただいていて、やっぱりこう弟も履きやすくて
やっぱりこうすぐに結果を出せることができて、最終的にメッシーチャレンジのシリーズチャンピオンを取ることができたことだったり、横浜大也さんには、オートサロンに出させていただいたりっていういろんな機会を与えていただいていて、とても感謝してて、やっぱり今年はフォーミュラドリフトジャパンで横浜大也を履いて、やっぱり優勝を目指したいなと思っています。横浜